最大使用電圧の求め方は次のスライドで説明します。高圧の電路で使用電圧が 7000V 以下の場合、最大使用電圧に絶縁試験の電圧は 1.5 倍、直流はさらに2倍の電圧で10分間試験を行います。 6600V の場合 2700V です。 1000V を超え50万 V 以下の最大使用電圧は通常の使用状態の電圧に 1.15÷1.1 を乗じた値です。したがって適切なのは4番です。3線一括で行うのでコンデンサーが3つ並列になる合成静電容量を求めます。非送電力の式に値を代入して答えは 10kVA です。答えは A が4番、 B が4番です。